自藤上皇大上天皇は、上位により、後位を、後継者に譲った天皇の尊号、または、その尊号を受けた天皇。由来は、中国の皇帝が位を知りくと、大上皇と尊称されたことにあるとされる。もともとは上位した天皇が、自動的に称する尊号であったが、佐賀天皇の上位以降は新天皇から贈られる、尊号に変化した。略称は、 上皇である。また、出家した大乗天皇を大乗法王と称する。ただし、これは法的な根拠のある身くらいではなく、大乗法王も大乗天皇に含まれる。また、大乗法王の称号が用いられた発令は、歌法王とされており、聖武上皇や清和条項などそれ以前の大後に、出家した大乗天皇には、大乗法王を用いるのは、 正確な表現ではない。陰とも称され、大乗天皇が自典の君として政務を取った場合、その政治を陰性という。三宮と合わせて陰部と言い,い、さらに皇族や有力貴族を含めた総称を陰宮王心家といった。陰の御所が戦闘御所と呼ばれたことから、戦闘も上皇の意として用いられる。日本史上最初の大乗天皇となった。 自動天皇日本の皇室における上位の発令は皇玉天皇であったが、この時点では君主号は天皇ではなく大王であり、当然大丈天皇という称号もなかったため、皇祖母尊という臨時の尊号が設けられた。また、その後皇玉天皇自身が最明天皇として重訴している。その後、大法令において、 大乗天皇の称号が定められたことで、自党天皇11年8月1日、自党天皇が文武天皇に上位し、史上初の大乗天皇になった。日本の皇室には、江戸時代後期、民皇天皇に上位した、皇格上皇まで、計59人の上皇が存在した。つまり、歴代天皇のうち半数近くが退位して、上皇となっている。ただし、 平安時代以降、天皇の崩御という事態そのものが近畿として回避されるようになり、中退となってから上位の手続きが行われて、上皇の尊号が送られ、直後に崩御した例が多い。第五天皇は上位ご8日、一条天皇は10日、五鈴木天皇は3日で崩御している。五一条天皇に至っては、その崩御があまりにも急であったためそれさえも間に合わず、 その事実を隠したまま上位の手続きを進め、それが完了してから、初めて崩御を公表する割様であった。江戸時代の五光明天皇などでも、同様のことがあった。ご桃もの天皇に至っては、正式な在位終了日が、崩御日の10日後という異常な状態のままになっている。これは、あくまでも、天皇の崩御ではなく、 上皇の奉行として取り扱うための弁法である。自当天皇以来、大上天皇の称号は退位した天皇が自動的に称するものであり、特段の儀式は必要なかった。時代が下って、佐賀天皇は自らの異母帝である、純な天皇への上位に際し、大上天皇の称号の辞退を申し出た。大上天皇は在位の天皇を、 親権者として支えることから、天皇と同格の権威と権限を有するものとされて、いたが、佐賀天皇の場合、兄に過ぎず親権者ではない平常上皇との間で、権力の文章をめぐって、深刻な対立を生じ、ついにクーデターで兄を排除せざるを得なくなった。このため、二重権力の弊害を避けるために、大乗天皇を辞退したものである。ただ、 淳和天皇はこれを受け入れず、最終的には、淳和天皇が、佐賀天皇に対して、大乗天皇の称号を、捧ぐ上することで解決が図られた。これにより、大乗天皇の意味合いは、新天皇から与えられる地位に変化したのである。これを踏まえて、歴史学会では、一般に、平城までの大乗天皇はそのまま、大乗天皇と呼び、佐賀天皇以降の大乗天皇を、 上皇と呼び分ける慣習となっている。なお、人形天皇や五代醐天皇のように、大尉と崩御がほぼ同日だったため、大尉後も存命だったにもかかわらず、大乗天皇の宣下が見送られたケースもある。また、順任天皇は、藤原麻丸の乱の結果として強制的に行為を追われ、淡路国に流されたまま崩御したことから、 淡路拝帝と呼ばれて、歴代天皇として認められず、尊号は送られなかった。安徳天皇も弟の後鳥羽天皇の即位により、拝帝とみなされた。宗教天皇は即位の礼も経ないままくらいを追われた。ため、即位の事実自体を認められず、九条拝帝、後拝帝と呼ばれて、やはり歴代天皇から外され、宣言はなされなかった。なお、 純任天皇と中京天皇については、明治天皇によって、改めて尊号が追合された。黄金天皇は、五代五天皇の政権奪取により、廃位され、即位の事実自体も否定されたが、皇太子を辞退したことに対する報酬として、特例で、大乗天皇の称号を認められた。諏訪天皇も、官能の上乱のさなか足利高氏の南朝への降伏により、 北朝が一時的に消滅したため廃位となったが、優和策を取った南朝側の配慮で大乗天皇とされている。五村上天皇、長慶天皇は南朝により大乗天皇とされた可能性があるが、北朝側は承認しなかった。五亀山天皇も北朝側から歴代天皇として認められず、かろうじて大乗天皇の称号は得たものの、これは足利義光が、 朝廷の反対を押し切って、独断で決めた強引なものであり、それさえも、天皇になっていない、大乗天皇の扱いを受けた。天皇号が耐えていた時期にも、大乗天皇号は変わらず、用いられた。右に、創尊大乗天皇、秋人とある。秋人は、桜町天皇の意味なで、当時は、大乗天皇。亡き祖,祖父、霊元天皇に捧げた物貢献天皇は、 一旦退位して、大乗天皇となった後、後任の順任天皇を廃位した上で、自ら、聖徳天皇として重訴し、天皇に復帰した。上皇から天皇に復帰したのは、他に、五代醐天皇の例があるが、こちらは、現行の乱に敗れてご無本方となった、五代醐天皇側があくまで退位を拒み、京都では、黄金天皇が在位し、自らは、 沖に流されている間も、自分が正当な天皇であると主張し続けた結果で、あり、本人は最後まで重祖とは認めなかった。2017年現在の皇統府も、五代五側の主張を容認し、皇后を、歴代外の天皇としている。同時に、多数の上皇が並立した、最多記録は、昭安3年1月28日から加減2年7月16日まで、 ご深草上皇、亀山上皇、ごうだ上皇、伏見上皇、ご伏見上皇の5名の上皇が存在した期間である。その他、天皇としての即位を経ずに、大上天皇位を受けた者が2名おり、公共後に、大上天皇号を贈られた者が2名いる。足利義満は、朝廷の事実上の支配者として君臨したことを踏まえ、死に際して、 大乗天皇の尊号を贈られたが、後継者の足利義持が辞退した。官員の宮助人親皇は、生前に尊号が贈られることが決定していたが、幕府の反対により受けることはなかった。2019年4月30日の第125代天皇、秋人の上位に際して制定された、天皇の大位等に関する皇室天板特例法では、 大乗天皇の略称である、上皇を正式称号とした。明治時代の旧皇室天般起礎時、高輪会議における、伊藤決裁により、上位規定を削る、大乗天皇の規定も削るとされ、戦後の皇室天般にも引き継がれている。旧皇室天般が制定されて、以降、第123代大,大正天皇、第124代昭和天皇、 第125代天皇、秋人の皇位継承においては、両安戦争、すなわち、天皇の法御後、直ちに皇子が戦争し即位する形が取られたため、大乗天皇の捧ぐ上、宣言、上位はいずれも行われなくなっていた。しかし、2017年に、第125代天皇、秋人の退位を行うための特例法である天皇の、 大位等に関する皇室天板特例法が定められ、2019年4月30日に第125代天皇秋人が大位し、2019年5月1日に金城天皇が即位した。大位した第125代天皇は特例法の規定により上皇となった。国立歴史民族博物館の急行給料取調べ長データベースには、 摂津串間下郡の内下中城村の一部、鮎川村の一部、水田村の一部、上野村の全域の、計1896国8都8章9号が、戦闘五領として記載されている。ありがとうございます。